演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーで売っているお肉商品5種類を食べたいと思います。スモークチキン、アイガモロースト、パストラミ、鶏の煮豚、鶏肉、チキン煮と煮豚ですね。なんか煮汁が多すぎて全部使っちゃってますけど、ではちょっと、ああちょっと、ではアイガモは断面がこんな感じですね。パストラミは、あ、ちょっとタレついちゃってますけど、これもこれで美味しそうだからいいか。はい、チキン煮込み、煮豚、どれも美味しそうですね。さて何から食べようかな。あ、スモークチキンはこっちにもまだ結構ありますね。これ食べきれるかな。ではまあ食べていけば分かりますよね。では鴨肉からいただきます。お肉こんなにいっぱい食べるのって初めてな気がします。でも次は焼いているお肉も食べてみたいですね。それも美味しそう。こちらのテリトニはホロホロと口の中で崩れていくようなお肉の食感、柔らかい食感と旨味がしっかり口の中に広がってきてとっても美味しかったです。骨付き肉はどっちかっていうとフライドチキンとかそういうのが好きなんですが、こうして食べるとまた違った味わいがあっていいですね。で、こちらのアイガモロース、これはどちらかというとシンプルな感じで純粋に鴨肉の旨味が口の中に広がっていましたね。ただこれといって後に強調できる部分もないので、もう一工夫何か加えた方がいいかもしれません。いや、そうで、こちらのテリトニー忘れてました。テリトニーはこちらの点数とさせていただきます。アイガモロースはこちらですね。なんかくっつけたような感じです。で、パストラミ、こちらは黒胡椒の刺激がしっかり効いていて、それが鴨肉の旨味をさらに引き出しているので、ロースよりはこちらの方が自分は好きですね。おすすめです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。そしてこの柔らか煮豚は鶏よりもすっと同じ、もう鶏と同じように口の中に入れた瞬間に豚肉がホロホロと崩れていって本当に柔らかくて美味しかったです。こういう煮豚ってあまり食べる機会は意外とないんですよね。意外とってほどでもないか。で、こういう風にお手軽に食べることができて美味しかったです、ね、なのでこちらの点数とさせていただきます。あ、パストラミ点数つけましたっけ。パストラミはこちらですね。で、こちらのスモークチキンスライスは割とハムみたいな感じで口の中に入れた瞬間に鶏肉の味がふわっと広がってきましたね。ただこれもこのまま食べるとちょっと物足りない部分がありますので、何か一工夫加えた方がいいかもしれません。というわけでこちらの点数とさせていただきます。業務スーパーのお肉どれも美味しかったです。業務スーパーはお菓子が多かったんですけど、今回初めてお肉を買ってみました。なのでどんなものかとちょっと不安な部分もあったのですが、どれも美味しくて良かったです。特に煮豚は他の動画でもおすすめされている動画をいくつか見たことがあり、それで気になって食べてみたかったので買ってみました。本当に買って良かったです。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。